26日、政治資金規正法違反の罪で強制起訴された民主党元代表の小沢一郎被告に無罪判決が言い渡されました。号外です。この判決を受け、愛媛新聞社は26日、松山市港町5丁目の伊予鉄道松山市駅前で号外を配布しました。号外を受け取った通行人は紙面に見入っていました。ちょっと考えられないように思いますけどね。私は分からないんですけど。うわぁ、たまらん。だけどちょっと、なんで無罪になるんだよな。また小沢さんが復権したら政界がこう混乱するかなと思って心配しています。そうですね、これはその人は味方になるけど大変なことだと思っています。私は妥当でないと思っています。これは当然でしょう、流れとしてですね。やはり無理筋の立憲自体だったと思いますよ、まあこれからだから日本の政界政治、永田町の方も少し落ち着いてね、国民のための政治を一緒にやっていただきたいと思いますね。